花代勧誘からは随分の月日が流れた。時は2018年、そこに一人の債務者がいた。推し面限定勧誘で経済的に破綻しかけながらも、なんとか勝利を手にした勧誘。いな、常に死と隣り合わせな勧誘もしばしば。遡ること2019年1月、再び彼は帰ってきた。ラブカストーン1000個を持って、このブレイブメンロードに。ここか。去年の勧誘はいろいろあった。ハロー星を数えて新規衣装の花より、一体俺がいくらの金を費やしたと思ってるんだよ。祭は投げられた。今こそ小泉花代生誕祭2019限定勧誘ボックス勧誘を回す時だ。ボックスに入っているレアカードは100枚、たった100枚だ。難しい勝負じゃない。引ける。ボックス勧誘でドブらないこと、それが絶対条件。勝つためのルーツ。ああその通りさ。ボックス勧誘で比較的少ないラブカストーンで UR が引ければ、その分のラブカストーンをステップアップに回せる。そしてひとまず UR、 そう、新規 UR が引ければ俺の勝ちだ。いいか、今回のラブカストーンは決して課金で手に入れたものではない。自力でここまで無償のやつを貯めたラブカストーンだ。それを今回使う。まずは一発目。行くぞ。まあこんなもんだろう。かわいい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 、そういうことだ。次に2回目だ。さあ行け、行けるぞ。まあそういう時もあるか。かわいい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 な、かわいい、それでいい。3発目。いけ、ここら辺で引ければ両分だ。大丈夫だ、天井はある。なかなか時間はかかるか。あ、SSR、 いや、そういうことだ。それを待っていた俺は。そうだ、これは持っていない、新規の SSR。 まさかだか、天井まで。いや待て、落ち着け、考えろ。大丈夫だ、まだ大丈夫。安全ルート、まだ羽が回ないか。どうやらそこまで甘くはないな。かわいい、これで大方半分はいった。だがまだ来ない。くそ、考えろ。運営は一体何を考えている。落ち着け、大丈夫だ、落ち着いていけ。考えろ、考えながら引け、ながら引け、ながら引け。よっしゃ、押す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 、比較的早い。やーかわいい。
よっしゃ。はい、というわけで皆さん、レイガロンでございます。ここまで長かった。いや、マジでね、たっちゃんの声難しいの。いや、もうそう、なんかとりあえずここまでやり通そうかなみたいな感じで、うん、思ったんですけど。いや、普通のカイジと違ってね、難しいんですよ、声が。だから全然似てなかったと思うんですけど、限定が終わりました。イエーイ。いや、待って、クソかわ。え、もう、え、もう言うことないやろこれ。え、ちょ、いや、もうめっちゃかわいいよ。僕、しかもこれ、え、待って、めっちゃ強くない？パフェ21ごとに 24% の835って、これ多分耐えたらだいぶえげつないことになりそうな感じの UR でございますけども、なんとかね、残りラブカストーン837個の状況で、カイジンを引くことができました。重要なポイント、ステップアップ含有、これの4回目を見てみろ。ラブカ50個で全部 ESR 以上確定。これは引かなきゃ誰かの養分、優勝かドブか、ドブか優勝か、行け、まずは1回目だ。まあそう簡単に、まあ UR は飛ばないですよね。まあとりあえず1周目なんで、うん、まああの冒頭開示やって、まあまあ冒頭、まあタッちゃんね、タッちゃんやって、ああかわいい、ああやばい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 、ああちょっと、あ、ほんまに、あー、いや、包丁持って、あ、てかさ、もうさっきからさ、ずっと言いたかったことがあんねんけど、あの、言わしてもらっていい？うん、全部カイオチンしか出ないってさ、こんなに幸せなことなんですかねって話で勧誘してるんですけども、いや、もう毎年のこれも楽しみでしかないよね、俺。いや、ほんまにこれだけのために、よ、俺1000個貯めたわって話ですよ。ステップアップ2回目。まだラブカストーンは807個ある。十分だ。全然足りてる。軽めに引いていける。 SSR が飛んだな。あー、はいはいはい、あ、もうでもあれ何枚目やろって話ですけど、うん、おっ、おー、びっくりした、わー、いや、もう、いや、めっちゃ、もう、そういうこと、そういうことやん。はい、もう、ちょ、めっちゃ可愛い。いや、もうでもな、ほんまにさ、いや、もう、幸せすぎて半端じゃないよね。ここ3周目ラブカ50個 SSR 以上1枚確定。これは強い。この SSR を UR に変えていく。俺の実力で行くしかない。あ、普通に SSR でしたか。あ、かわいい。あ、ちょっと待って。でもあれ持ってるよ。持ってるよ。うん、大丈夫。うんうん。オッケー。いいよ。あー、おー、もうなんか、あの、あれやな。でも今のね、カヨチンはね、俺あれだけで艦隊組んでるんで、スロット増やせるからね。俺的には全然ありがたいんだよねって話。はい。そしてここ。さっきも言った通り、優勝か、ドブか、ドブか優勝か、ここしかない。ここで決め込むしかない。全部です。あー、綺麗に、あー、よし、オッケー、今の欲しかって。でもなんかそんな簡単に、あー、怖く待ち、おわ、これ、しまって、幸せな空間。いや、めっちゃ、あー、全部です、あれや、あ、全部です、あれや、これ、あ、幸せな、あー、いや、もう、わー、すごい、あ、俺持ってたかな、あ、いや、もう、あー、ビャーすごいよ、いや、もう待って、もう新規3枚来てんねんけども、いや、もう幸せ、もう手記、あ、もうこれやばい、ほんまに音割れたかな今、大丈夫かな。いや、ほんま、スコですよ、もうほんねん、これ、うん、ちょっとたっちゃんで意気込んだ割にはなかなか、ちょっとあのステップアップはちょっとこれドブタっぽいですね。UR が1枚も飛ばなかったという。終わったかと思ったか。いや、まだだよ。まだ終わらない。実を言うと、このオリジナルバースデー衣装の花絵を持っていない。ということはだ、引くしかないということ。ここで勝たなきゃ本当の勝利とは言えない。俺に力を貸せ、花絵を。ラブカストはまだある。
行け。行くしかない。何のためにここまで貯めてきた。ここで引かなきゃ何の意味もないじゃないか。バステッの確率は上がってる。 QR が出るまで引く。それしかない。飛べ。よし、全部レアだ。ワンチャン飛ぶぞ、これは。いや、カイジがワンチャン、じゃあタッチャンがワンチャンとか言葉を使うだろうか。あ、やさる。いや、なかなか渋い、なかなか渋いな。引けるぞ。うわ、持ってない。うわ、持ってない。え、もういや、でもさっき当てたよな、多分。これは多分飛べよ、UR。 そのために俺はここにいる。ああ、壮大にロボってるな。冷静になって考えろ。無我夢中で回してはいるか。これ以上回していいのか考えろ。さあ、小悪魔人だが、ダメなんだ。ここで引かなきゃ。何か UR を、UR を引かなきゃ。まだ、まだ刻める。まだ来ないか。俺は UR を引くぞ。どうしてだよ。おい、なんでだ。そろそろいいだろう。待て、俺は花代のためなら、花代のためなら、花代のためなら、よしよし、オッケー、よし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 。バスで、バスで、バスで。優勝。よし、もういい。よし、もうオッケーや。もう満足。ラブカストーン、850個ぐらいかな、消費しましたが、見事今回お目当ての UR2 枚をなんとか取ることができましたぞよ。いや、ちょっと待って。はい、限定 UR のカヨチンと、はい、こちら、バースデーチンね、去年のリベンジを果たすことができました。これで、花代 UR コンプに、だいぶ近づいたかなと思います。勝った。俺は勝った。勝ったんだ。うわー、なも限定勧誘で、ぜひ、カヨチンで優勝してください。